映像デザイン分野、吉江善太と申します。今2022年現在、世界にはすごくたくさんの映像の情報があふれてしまっていると思います。例えて言うならば、ものすごく広い海に浮き輪一つで浮いているような、私にはなんかそんな感じがしてしまいます。どの映像を選んでいいのか、どういった映像が自分のためになるのか、そういったことを判断するコンパスのようなものが必要ではないかなというふうに常に思ってます。どんな小さなものでもいいんですけれども、自分で映像を作ってみる、この2年間を通じて皆様に学んでいただきたいことがあります。それは映像の作成を通じてコミュニケーションデザインとはどういうものかということと、コミュニケーションについて考える思考法を学んでいただきたいというふうに思っております。このテクノロジーで皆様に学んでいただきたいのは、テクノロジーと映像の関係なんですよね。これは、テクノロジーによってまず変化するのは、映像というよりもプラットフォームであったりメディアだったり、そういったものが変化してくるわけですね。このコミュニケーションデザイン領域ということで言えば、具体的な映像の技術の進化よりも、その受け止め方、メディアへの接し方というものが最も重要だなと思いますので、そうしたテクノロジーがプラットフォームとかメディアを変えていく、ということはつまりコミュニケーションのあり方を変えていくということ、映像デザイン分野ではそういうところに注目していきたいなというふうに思っています。映像を一つの道具、ツールとしながら社会を見て、人間を見て、その中で何を映像に落とし込んでいくか、課題解決に向けて映像がどのように役に立つかということを思考法で考えていくということと、実施制作、課題に応えていただく感じで映像の企画を実際に考えていただく、それを手を動かして撮影して編集をしていただく、その頭と手を両方動かしていただいて、実際に自分で作品を作っていただきながら、逆にまた思考法の方も鍛えていただく、そういうことを繰り返し授業の中で行っていきたいというふうに思っております。この領域の映像デザイン分野のとても良いところは、専門的な映像の知識だけにとどまらず、社会との接点であるとか、コミュニケーションであったりにどういう形で役に立てるか、そういう視点を持って学んでいただくことができるので、社会の中でどういうふうに映像が影響を及ぼしているのか、で映像によってどういうふうに社会とコミュニケーションしていけるのかということを学ぶことによって、すごく大きな視点を持つことができるかなというふうに思います。一番大切なのは技術もそうなんですけれども、イマジネーションを鍛えていただくっていうことがすごく重要だと思うので、それを学んでいただければなと。映像を使って、映像を通して社会を見たり、物事を見るという視点を獲得すると、それが、こと映像のプロフェッショナルになるっていうこと以外にも、ものすごく広くそのイマジネーションが使えると言いますか、役に立つっていうことが起きると私は思っております。自分にとって本当に必要な情報っていうのはどういうものかっていうことを、選択していける、選別していける、そういう力が身につくかなと思います。映像作るっていうのは本当に楽しい仕事です。それは、一人で作るわけではなくて、複数の人間と一緒に考えたり、議論したり、時々喧嘩もしたり、この人はこういうことを考えるんだとか、こういうことを考える人がいるんだとか、そういうことがどんどん身についてくるんですね。で、そういう喜びが映像制作にはあると思います。なので、私も、皆様と一緒に
この2年間ぜひ楽しんで映像を作っていきたいというふうに思ってますので、ぜひ皆様とお会いしたいです。よろしくお願いします。